まずはこれ、返しとくぞ。おお、大事な人形。そんで、あとはこれな。むう。しかし、いいのか、本当に。せっかくお前が優勝したのに。俺ってば、もともと副将に興味はなかったし。それより、ナルト。よかったね。はい、嬉しい。それでは、早速。おお。ドキドキするね。これは、これは。どうだ。何かいろいろと思い出してきたぞ。ようやく戻ってこられたな。新証石確認。メモリ回復 100%。 キュービモード起動。おい、大丈夫か。感謝するぞ、貴様ら。なんだってばよ、お前は。俺様か。俺様はメカナルトが持つもう一つのキュービモードだ。キュービモード。そう、俺様は軟弱なノーマルモードとは違う。この世を破壊するために作られた最強の存在。気をつけろよ、みんな。こいつ、さっきまでとはまるで違う。久しぶりだ。こうして表に出たのは。貴様らのおかげでようやく戻ってこられたぞ。ノーマルモードのやつ。まさか俺様を記憶ごと封じるとは。いまいましい。封じたって。おい、お前。だが、これで俺様は自由だ。さあ、破壊を始めようか。人界全土を破壊し尽くしてやる。雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、その他
各地で暴れている姿が見られ、やられたな。もう少し調べが早い。しかしさすがは破壊兵器といったところか。何か掴んだんですか。メカナルト、姿形で、あのメカナルト、さっきも言ったろ、奴は人界を我が物にしよう。そしてナルト、どういうことだよ。メカナルトはお前をモチーフに、うちに秘めるってか。だから名前も姿もナルト君に。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト。ノーマルモードってのが今まで。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード。片やキュービモードは破壊のみをつかさ、その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの我も強烈に強すぎ、結果テスト起動の際にキュービモードが没周囲を破壊しただけにとどまらず。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分多分だけど、それってあいつが。確かにあいつ言ってたわね、ノーマルモードに。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして石をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。あいつは悪くねえ。だが人界は黙ってはいられない。すでに五大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちをして。俺はそんなのやらせねえ。あいつはこれから俺たちと一緒。それなのにキュービモードの勝手のせいで。そんなこと、そんなこと。ナルト君、あいつがどれほど吠えようと。どう、師匠。あの世、
戦闘開始。まったく。
戦闘開始。逃がさん64勝逃がすぎて逃がさんぞ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 仲間も人界もこの俺がこの渦巻きナルトが守ってみせる。
戦闘開始。様を捕らえるなど誰にもできん。メカナルトか、ようやく見つけたぜ、この野郎。貴様らか。お前たちの知っているノーマルモードはもう出てこれんぞ。この体は俺様が抑え込まれてる。メカナルトくん
おい、聞こえてんだろ。こんなやつに負けんじゃねえよ。出てこい。お前はこんなとこで終わるわけにはいかねえだろ。無駄だ。言ってるだろ、完全に支配していると。お前はそんなに弱いやつなのかよ。カナルト君、お前の声など。ナルト・ヒナタさん、逃げて。こいつとても強い。二人危ない。これってメカナルト君だよね。そりゃできねえな。俺は、うだうだ言うな。俺はお前を助ける。絶対にだ。ナルト、まさか俺の支配を跳ね飛ばすとは。ノーマルモードのやつ、よほど貴様らを。ならば貴様らを潰す。そうすれば。こいつはまだ生きてる。だったらまずはこいつを止めるぞ、ヒナタ。戦闘開始。そのらすぐに散りましてやる。まずはこいつをぶっ倒す。そんでメガナルトに立ち上がる。やるべきことは簡単だ。やるぞ、ヒナタ。これ虫けらが。このまま一気に決めてやる。パワーダウン。勝負あり。サンキュー。頑張って。メカナルトを返してもらうぜ、この偽物野郎。よし、あとはこいつをどうにかして。
なんだ。ひなた、どうした。どうしよう、ナルト君。大勢の忍びたちがここに向かってきてる。きっと、メカナルト君を破壊するためだよ。地下だね。ひなた、お前はここであいつに呼びかけてくれ。俺は外に行ってみる。いや、それはお前の役目じゃねえぜ。しかもな、それに、みんなも。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。なんでここに。まさか、みんなもメカナルトを壊すために。なわけないでしょ。あんたを助けに来たのよ。え、仕方ねえだろ。ひなたにあれだけ頭を下げられたんだ。協力しない。感謝しなさいよ。あんたが出てった後、ずっとみんなを説得してたんだ。そんな、私は別に。そうか、そうだったのか。アンガトな。まあ、そもそも僕たちはナルトのこと信じてるしね。そうよ、みんな。とはいえ、あまり時間はかけらんねえ。ここからは迅速に行くぞ。よし。今やるべきことはシンプルに2つだ。まずは俺とイノ以外は外で、そしてナルトとヒナタ、お前たちにはメカナル。でも5代目に聞いた情報だと、こいつは結構とはだ、イノの術を。あいつだけが残って元の状態。そういうこった。さすが。ただこれは相手に心があることが全。こいつはメカだ。そして人格を形成しているのは意志だ。だったら大丈夫だ。こいつはメカじゃねえ。最初から俺たちと同じ心を持ってる。だから上等だ。よし、始めるぞ。外は頼む。うん、リノ。分かってる。準備はいい？二人とも。おう、頼むってばよ。オッケー。それじゃ、新天層の術。成功したみたい。多分ここがメカナルト君の心の中だよ。じゃあ、あとはキュービモードを倒せばいいってわけだな。ひなたさん、それにナルトも。お前もいるのか。ってそりゃそうか、お前の心の中だもんな。どうしてここに。私たちメカナルト君を助けたくて。僕を、それはとても嬉しいですが、でもここは危険です。今はあいつが支配してて。だからそいつを倒しに来たんだよ、俺たちは。え、うん、ナルト君の言う通りだよ。でも本当にあいつは危険で。お前は俺たちを信じないのか。信じている。でもここの中では奴はさらに強くなってて。ノーマルモードの言っていることは正しい。俺様は最強無敵だ。まさかここまで入り込んでくるとはな。愚か者どもめだ。